こんにちは、東京カリー番長のリーダーです。今日は鹿児島産のビワを使ってビワバターチキンカレーを作りたいと思います。材料はこちらです。バターチキンカレーなんで今日は玉ねぎを使わないんですね。そしてカスリメティっていうね、通常のバターチキンカレーでも必須のスパイスですけども、それを使います。バターをねフライパンで溶かします。バターは焦げやすいのであんまりこう高温で溶かさないでくださいね。完全に溶けきる前にもうホールスパイスを入れてしまっていいです。カルダモンは割っておくと香りが出やすいですね。バターが溶けてきますのでバターでテンパリングするということですね。青唐辛子を刻んだもの、ニンニクと生姜、バターは焦がさないようにこうよくね動かしながら炒めていくと。トマトピューレ入ります。ヨーグルトも入れちゃいます。火力を上げてよく混ぜましょう。ここにね塩も入れちゃいますよ。ふつふつとする状態まで温度を上げます。パウダースパイス、このまま混ぜていきます。そうするとパウダースパイスがバターの油分とかねこう吸ってポテッとしてきますね。皮を剥いたチキンをこの中に入れちゃいます。一度少し火力を上げて絡めながら火を入れていきます。この後ビワミルクを入れるんですけれども、ビワこれをねブレンダーにかけちゃいます。ちょっと砂糖を加えます。砂糖、そしてミルク。ビワの実が完全にピューレ状になってね塊がなくなるまでしっかりブレンダーかけてください。ビワと牛乳で作ったビワミルクを入れていきます。ちょっと火力を上げてフツフツするまで煮ていきます。フツフツしてきたら弱火で煮ます。鶏肉を煮るという工程なので強火で煮込まないこと。ビワを入れます。フツフツとするまで温度を上げましょう。全体の温度が上がってきましたね。そしたら弱火にして1分から2分程度火を入れます。カスリメティ加えるんですけども、手にね開けてでこのまま潰しながらカレーに加えていくと。こうやって揉んで潰すことで香りがねすごい立ちますからね。生クリームを加えてよく混ぜたら完成です。いやー美味しそう。このねグラデーションがいいですよね。ビワバターチキンカレーの完成です。ビワがねいい仕事するんですよ。甘さもあって鶏肉とは違う食感のものが一緒に入ってるっていうのはねとっても面白いカレーだと思いますので、ぜひ作ってみてください。いただきます。